強気がサスケファーストステージクリアで大晦日の夜に涙を見せています。このゴールたった一人足を踏み入れた男の登場。さあ伝説のサスケキング秋山和彦30歳、東方グレンの炎、あの名優山田が駆け寄った。残り3秒、これで秋山のサスケが終わってしまうのか。さあ秋山和彦30歳、飛びはどうだ、クリア。視力低下というアクシデントに回れてレスリング業師と夢を諦めて現在は市役所として頑張っているローリングマルタ、これはクリアか。一律の長があります、慎重です。バランスブリッジ、これは非対称になっているのは初めてだ。さあ飛び込んでいった玉砕、さあジャンプハングとタイマン勝負、ジャンプハングとタイマン勝負、ケヤニ、さあ制してくれ、制した。さあどうだ、さあ着地が危ない、着地が危ない、ああ足をつけていったぞ、飛び立つ壁、これはどうだ、ジャンプハンドをクリアした。そしてここと向き合うのは数少ない手ありの秋山、あっとあともうちょっとジャンプハンドでこのままついえていた。さあどうだ、手が伸ばない、手が伸ばない、残りあと23秒、なかなかタイミングは上がらない、もうちょっと、残り15秒。さあ両打けがにの秋山、体の声が出るお二人の20秒、これを勝ちたい。振られましたが、ここは意地。そして2002年の春の大会においては5段跳び、ここでリタイア。今回何回も失敗してギリギリの勝負、決して諦めない。85秒フルに使って秋山が見事に10人目ファーストステージクリアであります。本当嬉しいです。おめでとうございます。おめでとうございます。よかった、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 本当よかった。いやー、大丈夫？終わったよ。勝利の女神だ。続いてのチャレンジャーはゼッケンナンバー73番、町の電気屋さん、日置正志32歳。千葉県にて
北川電機、小さな電気屋さんを営んでいます。その北川電機のシャツを着て日置雅史が行きました。2013年7月、今年の7月には男の子が生まれます。この日置雅史、その男の子と一緒にサスケに出るのが夢だと語りました。お父さん日置雅史行った、町の電気屋さん。さあ続いてはヘッジホック、ここはすぐに行った。さあヘッジホックをクリアしてジャンプハングに入ります。さあ一度大きく息を吐きました。左側のロープを掴んでいる。しっかりと掴んで2つ飛ばし、ロープから前に前に体を持っていきます。町の電気屋さん日置雅史、いつか息子と一緒にサスケに出場するのが夢だと、そんな夢を抱いています日置雅史。サスケで青春をもう一度、もう一度本気になれるものを日置雅史。町の電気屋さん行きました、行きました。千葉県の印旛郡で小さな電気屋を営んでいます。2連そり立つ壁、残りは35秒。さあ2つ目のそり立つ壁、いったー。さあ30秒、時間がないぞ日置雅史。町の電気屋さん急ぐんだ日置。さあ残りは22秒になりました。ターザンロープからロープラダー、捕まったロープラダー、残りは15秒だ。さあ日置雅史残りが10秒、町の電気屋さん、町の電気屋さん残りは7秒。さあここからだ、ここからだ日置、行くんだ日置、いったステージクリア。町の電気屋さん日置雅史が行きました。やった。いや。超感動。やばやば。いや。超大天使。イケメンさんだよ。やったね。違う。父やったね。これマジでしょ。やったよ。何泣いてんだよ。今まで練習してて重たい、もう重たいじゃねえ。あれみんなの声、みんなの声、マジ本当みんなの声。スタート台でみんなの声見たら違う。頑張った。盛り付けてです。6キロ。みんなからももうこれで終わりかみたいな、もう限界だろうとかやっぱり言われるとやっぱり悔しいし、太陽がもう理解できるような年になって、かっこ悪いところも見せたくない、いいところも見せてやりたいっていう。聖地緑山、この男の登場に合わせたかのように緑山の山の端に今日の夕日が沈みました。今回は2999番、長野誠42歳、第50コンピラワル船長長野誠が行きます。大声援です。長野、みんな長野を応援しています。サスケのレジェンド長野です。2006年の秋、完全制覇を成し遂げました。50トンもあるという第50コンピラ丸の船長。
しかし前回前々回と2連そびり立つ壁でリタイアしています。今回は3大会ぶりにファーストステージのクリアを目指している長野。おっと危ない。さあそり立つ壁にやってきました。前回はももを痛めて登ることができなかった2連そり立つ壁、今回はここまでは足は大丈夫。さあ自分の体と対話しながら、そしてファーストステージのこの空気の中で長野登った2連そり立つ壁、過去2度跳ね返された壁を超えていった42歳の長野。さあ残りは15秒となった。登った登った、42歳の長野久しぶりに見せた長野会心の笑顔。早い、すごい、やった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 かもしれないと何度も思ったことでしょう。再びサスケのファーストそして12秒89を落として、あれママ泣いちゃったよ。よっしゃ、よっしゃ、楽しい。本当に今もう子供がそういうのが分かってきてるんで、もう本当にそれで完全、完全世代じゃないけど本当にクリアするところを見せてあげたいっていう気持ちはもう本当にすごく強かったです。新作動画続々公開中、チャンネル登録よろしく。